はい、こんにちは。皆さん集まってください。こちら今日ねレビューするのすごいですよ。はい、こんにちは。いやいや、ちょっと見てください。これ知ってます？これダイソーの300円の Bluetooth のワイヤレスイヤホン。今ねこれねダイソーにねたくさん置いてあるんですよね。すっごい気になっちゃって、もうねこちら試してみました。まず最初にね結果をお伝えしちゃいますね。ズバリこれ私もう大好き、気に入りました。もうこれもう太鼓判のおすすめ商品として今日はご紹介したいと思います。スマホとかを使っている人で結構ねイヤホン使ってる人は多いと思うんですよね。でもちろんねあの iPhone とかにも接続しているんですよね。このねコードがついたやつね、普通のイヤホン、これをね私は使っているんですけれども、まあ何かとね不便なことがあるわけです。こういうねワイヤレスでこう Bluetooth 接続でね聞けたらいいなとは思っているんですけど、結構高いですよね。 iPhone のあの例のねこの高いやつありますよね、ワイヤレスのイヤホン、あれね何万もするでしょう。もうちょっとね何万も出して買うほど私はそんなに使わないので、なんか安いのないかなと思っていたら、ズバリこれダイソーにありました。300円。でもねまた300円のこのねイヤホンなんてどうなんでしょうね。本当にちゃんと聞こえるのかな、どうせ音悪いよね、すぐ充電終わっちゃうんじゃないのってね思ったんですけど、まあとにかく試してみることにして、こちら私使ってみました。まずねこちら読んでください。ハンズフリーで通話ができるわけです。もちろんね電話がかかってきたら出ることもできるし、もうおしゃべりをしてね電話を切ったりすることもできます。そしてねこちら連続再生、音楽とか YouTube とかああいう音が出るものを連続再生で1時間できる。それから通話も1時間できる。連続待機が24時間。そしてね10メートル離れても OK っていうことなんです。これね私試してみました。まずねこの箱を開けると、これがね本体なんですね、見てください。ここにねこれで耳に入れるところ、そしてねこちら本体、このくらいちっちゃいですよね。まあ指と比べてもこんなもんですよ。ほらちっちゃいでしょ。こちらね耳に引っ掛けるフック、これねついているんですけど、私はとりあえずこれはね使わなくてもこのまま耳にねこうパッと入れるだけで大丈夫でした。これをねまず電源はどこかと言いますとね、こちらですよ。こちら丸いボタンがあるんですね。でここをねこうピッと押します。これねスマホとかのペアリングは簡単です。例えばね iPhone だったら設定のところからね Bluetooth っていうところに行くんですよね。 BT イヤホンっていうのも出てきますので、そちらを押す。でね充電はねだいたい私がやってみたところ満タンになるまでに約1時間かかります。充電し始めた時には赤いランプがつくんですよね。その後まあ約1時間後充電が完了すると青いランプに切り替わります。これでねフル充電ができている状態です。それでねこれを耳につけて、で電話がかかってきた時にはこのボタンをカチッと押せば電話に出ることができるんです。そしてね電話を切る時もこのボタンをカチッと押せば OK でね、私がね主にね使うのは電話ではなくてね、外出先で YouTube を見たい、そして音楽を聴きたいっていうことなんです。でね、まあ、音質から言うとやっぱりそれは300円ですよ。仕方がないでしょう。まあ、何万もするものと比べてもしょうがないと思うんですよ。でもね300円にしては大したものです。ちゃんと聞こえます。もうねその音質とかをね求めてしまったらそれは高いものをねお金を出して買うべきだと思うんですけれども、まず通話、 YouTube、 これ全く問題なく聞こえます。特にねすごく変な音っていうわけでもなく、ちゃんとねクリアだしはっきりしているし、どこまで求めるかっていう問題なんですけども、私は普段まあその iPhone に付属しているイヤホンを聞いていますが、まあそれと比べたらねまあ音質は 70% ぐらいかなっていう感じでも全然問題なく、もう普通にこうやって YouTube で喋っているものとか全く問題がないです。あとね音楽だけはやっぱりちょっとねやっぱりいいものに比べちゃうとうんっていう感じはあるんですよ。でもねそこまでね音質を求めている人だったら他のものを使っていると思うんですよね。300円でいいやっていう人だったらもう全然これで満足がいくと思います。
私が多分これをねいくらかわからないで買ったとしたら多分980円でも買うと思います。つまりね300円なんだからだいたい3倍の価値はあると思いますよ。そしてね私実験してみました。これねどのくらい連続して本当に使えるんだろうか。これね1時間使えるって書いてありました。で私が使い方としてはだいたい YouTube そしてねあの iPhone に入っているミュージックですよね音楽こちらそれからポケモンのねゲームこれをとにかくできるだけ絶え間なく、まあ、操作するときにね若干のそのタイムロスみたいなのあるんですけれどもできるだけその連続して音が出るものを使ってみたんですね。そうしたら結果これね2時間以上はねもう軽く使うことができました。すごいですよねこれ箱に書いてあるよりも長いっていうね。そしてこちらですよ10メートル離れても大丈夫これも実験してみました。これをもうねつけてね10メートル以上離れてまあだいたい 12、3メートルは大丈夫でしたね。例えばね家の中で携帯で YouTube を見ていてあちょっとトイレに行きたいわとかちょっとあ台所に行きたいわとかありますよね。あちょっと洗濯終わったかしらとかねそうやってねこのつけたまんまね歩いていって離れていってもねちゃんと聞こえます。もうこれはね多分ね10メートルは軽く大丈夫、まあ、12、3メートルでやりましたがそれも大丈夫でした。ただ階をね越えて上の階に行こうと思って階段を登っていったら途中で切れちゃったんですよね。だからちょっとね上下には弱いのかなと思います。平面でね10メートル、これはねもう全然問題なく届きましたね。すごい便利ですよね。これがねコードがついてたらそんなことはできませんからね。これすごく便利でした。そしてね気になるのが音漏れ。これね私これはめて音楽をね最大で流してで隣にねちょっとね息子に来てもらってね座ってもらったんですよね。まあ電車でねだいたい座る距離で聞いてもらったんですよ。そして隣で聞いてもらったんですが特にね音漏れしてなくて音は聞こえなかったって言うんですよ。これねなかなかねすごいですよね。やっぱりね電車の中とかで隣の人からの音漏れってすごく気になるってことありますよね。だからね音漏れも結構ない。ここにねプラスとマイナスっていうボタンがあるわけなんです。これがね音量調節だと思ってやってみたらこれ違うんですよ。お気をつけください。このねプラスとマイナスを押すと例えば YouTube だったら別の動画に切り替わります。でミュージックとかね iPhone に入っている音楽これを聴いている時だったら違う曲にね切り替わります。音量を調節するのはあくまでもこうスマホとかね iPad とかそういう方で調節をするということなんですよね。そしてね電話通話ですよね。これもね実験してみました。そうしたら別にね普通に問題なく聞こえると私の方もねもちろん問題なく聞こえました。だからね相手の方も OK だし私の方も OK。もうこれねこんなちっちゃくてね軽くてねなんか一見ねすごくチャチな感じがするんですよね。言っちゃ悪いんですけどだけどね実際はねすごいです。これで300円なんですよ。300円ですよ。いや少ないですかね。使用時間は2時間以上10メートル離れても OK。 もう通話も音楽も YouTube も全部聴ける。これで300円、ダイソーさんすごい。これはね本当にねどのくらい在庫があるのか分かりませんが今はたくさんあります。でもねもしかしたらねこれいいですからねこれなくなっちゃうかもしれませんよ。そうそう、それでねこれね見てください。これね充電ケーブルちゃんとついてくるんですよ。ここのね穴があるんですけどここにねこのねコードを挿してで USB で充電するんです。もうこれもついてきてね、普通のねもう安いディスカウントストアでも980円は絶対取っているお品じゃないかと思うんですよね。もうね私なんか本当にこれでもう十分、私の家族もね欲しがっているのでちょっとねまたダイソーに行ってね買ってこようかと思うんですよね。でこれね黒なんですけども白もありました。Bluetooth で接続できるものだったらもちろん Android とかでも接続できます。もうこれね本当にね自分で使ってみてね実感してねこれはすっごくいいと思いました。この300円にお金を出して、だって100円玉たった3枚ですよ。それでねこれ買ってね
いや損したなって思う人は多分ほぼ 100% いないじゃないかなと思います。はい、今回はね、このねワイヤレスイヤホン、ハンズフリー通話もできる、 YouTube も音楽も楽しめるね、こちらご紹介をいたしました。本当に自分で使ってみて実感しました。これ本当にすごい。300円でこのクオリティなら納得できると思います。このチャンネルではね、いろいろなものをねレビューしているんです。ぜひねチャンネル登録をして別の動画もご覧ください。よろしかったらグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた別のレビュー動画でお会いしましょう。